イワン・コズロフスキーは、ロシア帝国、キエフ県生まれで、ソビエト連邦で活躍した、声楽家。1900年、ロシア帝国、キエフ県、バシリキフ地区近郊のマリャニフカ生まれ。7歳から、キエフの聖ミハイル・オゴンドーム修道院で歌う。そこには、宗教音楽作曲家として、有名なアレクサンドル・コシツが所属していた。間もなくして、キエフのトロイツキー人民会堂で歌い始める。1917から1920年、高等音楽演劇大学の声楽クラスで、エレーナ・ムラビヨヴァの下で学ぶ。1920から1923年、赤軍軍務でポルタヴァに行き、1922年からポルタヴァ音楽演劇移動劇場に参加する。この劇場で初めて主要な役がつき、グノーのファウストを歌う。1924年には、ハリコフのロシア国立オペラに所属。1925から1926年、スベルドロフスク国立オペラ劇場のソリスト。1926年に、ボリショイ劇場に呼ばれ、ジュゼッペ・ヴェルディ、椿姫のアルフレード役でデビュー。その後も様々な役を歌い、1930年代末には、ヨシフ・スターリンが好んだ歌手の一人となった。同じくテノール歌手のセルゲイ・レメシェフと共に、二人は1930から1950年代のボリショイ劇場の人気歌手であった。1954年、人気絶頂期にボリショイ劇場を永久に去る。この理由は現在まで不明である。1993年、モスクワで死去。墓は、モスクワのノボデビチ墓地にある。コズロフスキーは、早くから、ウクライナ音楽の支持者で、ミコラ、アルカス、ミコラ、リセンコなどの音楽を歌っている。彼は1940年には、タラスシェフチェンコの作品に基づいたアルカスのオペラ、カテリーナの初演。1954年には、イヴァン・コトリャレーウシキーの戯曲に基づいたリセンコのオペラ、ポルターヴァのナタールカの初演を指揮している。また、ウクライナの民謡、ロマンス、アリアも録音して、20のレコードにしている。録音だけでなく映画の中でも歌っている。ありがとうございます。